鳥ってどういう心境だった？プレッシャーとかありました？あーいいね、質問助かるわ。あのね、プレッシャーありますよ。片やバク転で会場ぶち上げ、片やダンス、そしてなんか聞かせに来る音楽で、鳥がニート終わってる。ダンスもバク転もしないニートが鳥、やっぱプレッシャーあるよ。やっぱ緊張するよ。スーパーチャットありがとうございます。歌い始める前にデボーチェリーって言ってたの、クソクソ。デボーチェリーって言ってたね。いやなんか一応鳥なわけじゃん。種明かしになるけど、やっぱあのふんぞり返るべきだなって、うん、メロチン先生にもそう身振り手振りの時に言われたけど、俺はクズハザだぞっていうのをちゃんと堂々とした方がいいっていう話を聞いて、堂々さよ。俺のあのオラつきはその種明かし、堂々としようとしていました。スーパーチャットありがとうございます。